久保さん今回は営業ですね。営業ですね。営業です。営業でございますね。今日も営業ですね。人生を営業してきます <laughs>。今日も生きてますねうん。まあ明日生きてるか分かんないですけど、今日は生きてますね。まあ今日もまだ始まったばかりだからね。ちょっと分かんないですけど。 やっぱね、あのー、お店もそうですし、人生もそうなんですけども、営業するとお金かかるんですよ。久保さんも麻雀店を開くだけで金かかるじゃないですか。ね。そう。まあ、どこのお店、店舗、店舗やられてる方はね、お店を開くだけで金かかるんですよね。アルバイトだとかね。まあ、あとは、その、お店に商品を並べるためにお金かかるしね。 まあ人生を生きていく上でも、ね、水飲むにしても、シャワー浴びるにしても、まあ、ガス代、電気代、水道代かかるし。だからなんだろうな、あの、お金がかかるんですよ。だから、まあそこを、まあ真剣に考えないといけないと思いますよ。うんで、僕たちは今ラッキーなのが、普通昔そのビジネスをする、 独立開業するってなった場合はやっぱお金が必要だったんですよ、うん、普通の独立開業って多分お金がインターネットがなかった時って全くお金なくて自宅にいながら起業ってできなかったと思うんですねでもインターネットが出てきたことによってまあ、自宅にいながら、まあ、初期費用ゼロでで、えー、ビジネスができるようになったとでさらにまあ法の改正があって会社 もう、その、昔は、有限会社300万、株式会社1000万だったような気がするんですけども、今1円でも企業が、で会社が作れると。うん、だからまあ、昔に比べてやりやすくなったんじゃないかなと思うんですよね。うん、だから、うん、昔は営業するのにお金がかかったけど、今は営業するのに、まあ、ビジネスの部分ではお金かかんなくてもいけるので、まあ、それは本当やった方がいいと思いますけどね。うん。 まあどじにしろ人生の営業にお金がかかるんでいってらっしゃい。